銀河看護師は乙女座銀河団で最初に発見された。銀河看護師、またはローグは銀河内にはない構成である。これらの構成については、1990年代以末に学会で大きな論争があり、現在では一般に銀河同士の衝突の結果であると考えられている。構成は銀河の中だけに存在するという常識は、 1997年に銀河缶星の発見によって打ち破られた。最初に発見されたのは乙女座銀河団の中にあるもので、現在では1兆個以上が存在すると推測されている。銀河同士の衝突が銀河缶星を生み出していると考えられている。銀河缶星の形成過程は現在でもわかっていないが、最も広く信じられている仮説では、 二つかそれ以上の銀河の衝突が構成を銀河間空間に放り出すというものである。銀河間星が超大質量、ブラックホールによって弾き出されるメカニズム別の仮説では、これらの構成は超大質量、ブラックホールによって銀河から弾き出されたものだと予測している。1997年、ハップル宇宙望遠鏡は乙女座銀河団に 多数の銀河艦星を発見した。1990年代以末には、ロザ銀河団にもいくつかの銀河艦星が発見された。これらの構成の正確な質量は分かっていないが、乙女座銀河団全体の質量の10%程度を占めていると推測されている。この予測は、これらの構成の質量の合計は、乙女座銀河団を構成する2500のどの銀河よりも、 大きいことを意味する。ありがとうございます。